これずっと指に何言われると思ってなんかそのうちこんなことさせるなんかあれなんかすげえなって名古屋もスピってるんでちょっと怖いよあれなんか売りますタイムライン売りますそうテレビないのも不思議ですよ普通テレビありますもんねあるねうん確かにせーのゴーチャスどうも名古屋でーすかくんでーすなこなこですじゃあとあーちょっと待ってこれリズムか、リズムかお久しぶりでーすねーどうも中尾健志でーす中尾さんコラボー2年ぶりだめちゃくちゃ嬉しい2年ぶりか2年ぶりっすお互い、いや、頑張ってますよねずっと頑張ってるよね厳しい世界でいや厳しいっしょ YouTube の世界もそう、まあ、芸能界もそうだけど、はい、もう厳しいよそうなんです厳しいですよでもその中売れてますもんねずっと中尾さん俺は売れてる中尾さん、売れすぎてちょっともう声かけづらかったですね売れすぎてずっと出てますよ、テレビ出てるよねずっとドラマ出てますもんねこれ、俺のチャンネルじゃないですよ一つのチャンネル多分嫌なやつなんかあんま知らない人だったらそうです、あのこれ中尾さんのチャンネル見てもらったら分かるんですけどこのノリがあったんですよねさっき俺のチャンネルはいいやそうそういきなりさ、売れてますね、売れてるねこんなんだはぁってもう何こいつってなって落とし入れようとしてくるいやいやいやこの踊りが面白すぎてちょっと俺らのチャンネルでも使おうと思ってでもコウ君はねプライベートでもそうですよねご飯このまま行かせてもらってあ、そうね、そうですよね、だからなんか嬉しいと思ってうんあのいつも見てた人やったんでなんか嘘くせえ全部上目で喋ってます浅いね浅いか妄想で喋ってるよねいや今日は中尾さんと前回ってあの一緒にドラマ撮らせてもらったじゃないですか、うん、でまあがっつりトークがあんまりできなかったんで、うん、そうだねちょっとファンの人とかにもちょっと中尾さんに聞きたいことを応募してめちゃくちゃあるっす本当に、はい、だってもうみんな知ってますもん、まあ、知ってるよねみんな知ってますよねやっぱりさすがに分かる子知らないだっていくつぐらいの子が見てる一番あでも意外と同じ世代だ2人の初代20代前半から20代後半から20代が一番多いよね、はい、そうかまあ20代だったらまだいいかな10代の子とかだったら本当に多分知らないあ街歩いてても分からないぐらい、うん、あ今日でも本当に高校生の子が珍しく声かけてきたぐらい分かんないんじゃないなるほどなるほどまあでも本当に質問多かったんでちょっとまあ NG やったらうんうん、うん、あの全然あ俺に聞きたいことでそうですそうです教えてくれたの9割奥さんのなんだよなんだよじゃあ仲良いせよいや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 そんなことなくて僕は仲良さないですけどやっぱりそのまま夫婦関係のこと聞かないから恋愛系がやっぱ多くて、うん、なんでもな何いやちょっといいですかいいよもう早速ずっと仲良しでいられる秘訣まあ仲いいけど、はい、普通でやだからマジでなんか秘訣とか人に教えられるほどのこと何もしてないけど今はさベッド別々になったのそうなんですか俺の寝相が悪すぎてあもう邪魔になるってことです、ね、もう邪魔で寝れないから、で俺首悪くしちゃって、はい、でマットレスも本当に大事だったから、はい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 、でも好みが違うから、はい、一応もちろん同じ寝室で、はい、もうこれぐらいちょっと空いちゃうけどまあなるほどでもそれは大事じゃない同じ寝室で寝るっていうかああ、ね、まあそうですよね、まあ、どんなに腹立っても同じ寝室寝るときは一緒寝るときは一緒の方がいいのかなと思う、うん、それ大事よなそのお二人の中でどっちがこう甘えたりとかあるんですか、うん、あそれだからさ確かに甘えたりって何若い時中尾さん甘えなかったですかないよえなんかイメージその中尾さんがこう写真とか見てる感じ、うん、こういう感じなんですよね愛めっちゃあそうなの、はい、イメージえなんかこの前の写真も中尾さんがこうキスしててみたいなおパーティーの時あれだから田中みな実さんも来てて来てくれててチューしてチューしてチューしてノリがもう終わらないチューしないともう終わらない終わらないよってあれだけど甘えるはないよえいや、奥さんからはありますよね若い時とかもでもお互いにそのなんかすごい甘えるみたいなどういう感じだから僕とかだと和みが甘えてくれるんですけど、うん、寝る時にこういう感じでえそれこうくんから行く時もあるってことあ、でもそうですね、うん、ありますしでも和みが基本来てくれますねその起きた時に起こしてとか
ああないわ、そういうのないわ。ないですか。ないや、起こしてまあないね。じゃあ僕がこうやって起こしてってなんか起きろよ。なんかギューしてみたいな感じで。ギューしてみたいな。ギューしてね。ああな、まあギューして、いやでもないあんまりイメージないかもね。じゃあそういうのあんまりないですね。なんかお互いそうかもね、そこ甘え、とかは得意じゃないと思う。もうこれ質問多かったんですけど、大喧嘩ってありましたか、今一番の。あれよ、でも毎回が大喧嘩になるの、はい、うちの場合。まあ、中川さんも負けじと行くんですよ。行く行く。でも負ける、最後。最後ね。最後絶対負けるです、ね、最後負ける。行くよ、行く。あ、俺も。一応行っては見るんですね。行くし、結構行ったなと思うけど、無理だ。最近はさ、もうこれもあれなんだけど、喧嘩するじゃん。うちの息子も小学校4年生。はいはいはい。で、もうそのままその日も口聞かないみたいな。はいはいはい。で、次の日の朝とかに、はい、息子が俺の方に来て、ママが昨日、勝つまでやるって言って。で、聞くと、あの人勝つまでやるって思うと、あ、もうこれ終わんねえじゃんと思う。喧嘩を勝負と思ってた。あ、思ってた。試合だ。我々は試合です。もうラウンド、まあ、ラウンドワンなんです。はい、もう完全に試合です。KO させる。もう、勝つまでやるって言ってるから、じゃあこれラウンド長引いても、長引いても もう結局勝つまでやんだから終わらないですよ。うん、あ、じゃあ中尾さんがもう最後は、そうね、もうこの空気まあ長くなってもと思って、まあ俺はだから納得いかない部分は折れないよ、はい、だけど喧嘩には絶対もうさ、はい、原因があるじゃん。そうですよね。で、まあ、どんなに向こうが仮に悪かったとしても、うん、絶対俺にも非難。まあまあそうですよね、どっかね、はいはいはい、そこはまず折れる。そうしたらやっぱ向こうも自分が悪いっていうところ折れるから、結果的には、まあ、なるほど。中尾さんが折れた瞬間もうウィナーですもん。もうウィナー。カン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 。タオル投げられます。タオルだったら向こうも。ノーサイド。ノーサイドですね。手上げて。手上げて。俺負けたら手上げて。負けたでこう上げられるやつ。手去ってくる。なるほど。でもまあそれ大事ですよ。やっぱなんか男の人が尻に敷かれるっていうのがうまくいくっていうじゃないですか。結構の性格が、まあ、そうね、まあ、尻に敷かれるっていうよりは、まあ、多分男女で考えた時に、はい、男の方が調子乗るもんな。2人だったら確かに多分コウ君の方が確実に調子乗るじゃん。調子乗ってるじゃん。そうなんだよ。だそれをやっぱ女性がちょいちょいこう調子乗るんだよみたいな。確かに。なんも確かに縛られなかったら。そう、いやそれ大事と思います。そういうのが多分大事な気がする。女性はさ、こっちが言わなくても俺らよりもしっかりしてる。確かにできますもんね、確実に。自分のことだからそれはそのまあ女遊びじゃなくて、はいはいはい、もう、まあ、ご飯行きなりない何でもやっぱりそこ女性が決定を確かにしてといた方がなんかうまくいくっていうか、なんかまあそう、そういうことですね。俺たち調子乗っちゃう生き物だから、まあ、そうですよね。、うん、確かにそういうことですね、うん、そういう原理って。で次、でこれちょっとあの話それるんですけど、はい、芸能人で長いじゃないですか、うん、歴が、うん、一番かっこよかった人、一番綺麗人はもう中里依紗さんだと思うんですよね、うん、かっこいい人、中尾さん俳優じゃないですか、うん、イケメン俳優さんの数々お仕事されてるじゃないですか、マジオーラすげえと思ったら木村拓哉さん、ね、うわー、それはそうやわ。ずっと前に俺が中学生の時に、そんな前ですね。そう、木村さんが主演のグッドラックっていう飛行機のね、はい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 、あって顔合わせっていうのがあるんだよ、ドラマだと。あ、台本よ、僕たちもやったじゃないですか。そう、あれのもっともっと豪華もっと豪華もうほんと放送たる、もう確かに長机で方がもううわーっていう中に木村拓哉さんも入ってこられた時の本当にすげえな、確かにここで出てたんですか、もうマジ気失うかもみたいな、まあ、マジでもうずっと見てるじゃん。そうですよね。あーと思った時の衝撃はやっぱ一番すごかったから。覇王色の覇気みたいな。いや本当にそう、もうかっこよくて、もかっこよくてで握手してくれてよろしくねって言ってよろしくお願いします。じゃあその時にもう全部覚えて、水色のニット着られて、服まで、サングラスかけて、それが中学生の時なんですね、中尾さんが。そのかっこよさっていうか、なんかそうね、そういう意味で言うと、そういう感じが。最近の若手俳優だといないですか、スマートな、多いじゃないですか、やっぱり、今も山崎賢人君とか、吉沢亮さんとか、イケメン俳優っているじゃないですか。いや、みんなかっこいいな。みんなかっこいいっすか、確かに。もう、そもそもみんなかっこいいっすもんね。うん、だから、ちょっとブスだったやつ探そうが難しい。
ぐらいみんなかっこいい。確かにみんな整ってますもんね。みんな整ってるね。でもやっぱり一番もベストは木村拓哉さん、うん、まあ衝撃を受けたのはね、もまだ確かにすごそう、デビューして間もなかったし。なるほど、あれって誰ああ確かに結構もうあったでしょ。そうですね、そうですね、もうあっても驚かないですね。うわー売れてるじゃん。ここにはいたけど。もう会い尽くしましたね。誰いや、コウ君めっちゃ芸能人の方に会うの好きなんですよ。だからコレクションとか結構私その出させてもらってて、TDC とかね、ちょこちょこコウ君も一緒に出る時があるんですけど、うん、ずっと廊下うろうろしてる。誰かと遭遇したくて不審者。いや、俺廊下歩いたら、ほら、キユコさんおるみたいな。あ何回もトイレ行くもんな、会うたのに。何も用ないのに、もうおしっこ全野郎ってなってんのに、廊下行ったら誰かおるかな。中瀬あゆみさんとかいらっしゃる。でもさ、向こうも向こうで知ってる。そうなんですよ、だから結構ありがたいことに声かけてくださったりもするでしょ。で、その中で誰が一番さ、テンション上がったでもいいよ。テンション上がったですよね。あの、まあ、なごみいる？中瀬あゆみさんとかもスタイルがやばすぎて、顔がちっちゃすぎて、そのオーラとかはやばかったです。中尾さん会ったことないですか？俺ないね。したことないけど、買ったやん。中尾さん、なんかできる。まだ中尾さんまだ芸能人じゃないですよ。まだ、まだ売れてない。共演してるな。まだ売れてない。芸能人になりてよ。それとまあオーディションとかもっと受けてもらって。頑張るわ。書類通るかな？書類通るかな？そう、まあ、そうですね。俺はやっぱり、正直言うともうさんまさん、やっぱりこそさんま御殿出させてもらった時に、トークが本当にすごすぎて、スッと喋るんですよね。2時間収録で、言ってもまあもう結構ご年配になられたじゃないですか、なのにもうずっと若い人よりも喋るんですよ。強烈やなと思いましたね。体力がマジで、体力がもう僕も途中で疲れてきたのに、司会やのにもうわーって喋って、いや、しかも例えばじゃあ俺舞台ご一緒しますっつったら、舞台が3時間ちょいあるのよ。あ、そうですね。3時間昼の部3時間で休憩、めちゃくちゃしゃべるよ。でまた夜の部3時間終わってから打ち上げ、めちゃくちゃしゃべる。毎日。え、休憩しゃべるんですか？みんな昼の部と夜の部の間ちょっと寝たいの。まあそれ昼寝したいですだけど、もう座長がずっとしゃべるから誰も寝れないの。座長が本当にテレビみたいにしゃべってるんですか？ずっとしゃべってる。え、ずっとこう回してはるんですか？もうずっとだよ。本当にマジだって食ってくるんですか？食ってくるし、なんかもうお決まりのネタみたいなのが一人ずつできてきて、それを毎日毎日あ、じゃあお笑い向上委員会みたいな。まあそう、みたいな。そうで、そこで生まれた面白かったものとか、あ、それ夜の部、みたいになって、で膨らんでって、で、打ち上げでも喋るんですか？打ち上げでも喋る。で、毎日毎日でも、俺これまあ本当かあれだけど、二次会は行かないの。さんまさんに飯食って2時間ぐらいで、あ、お疲れなって帰ってくる。で、なんで二次会、はい、普通その時だともう一軒行くかって言ってみて、はい、もう一軒行くかって言ったら、みんなが断れないの分かってるから行かないって言うんだけど、いや、もうちょい手前でもうみんな断りたいよ。休みたいからあんのよみたいな。もう夜11時ぐらいだから、それはさ、もう帰るの。みんなで、でもみんな断れないですよね。体力はすごいね。すごい。それがずっと変わらないから、俺はなんかご本人はもしかしたら体力が分かんないじゃん。それ家帰ってガクってなってんのか、本当に疲れてないのか分かんないけど、人には絶対見せないっていうのが、本当にそこの美学というか、かっこよさはもう本当に何度も見てきてるから、自分が疲れたなとか絶対言っちゃいけないなと。ああ、なるほど。僕も2時間の収録だけで思いました。え、それでどうだ、その3番御殿は。前半はちょくちょく喋れたんですけど、後半ちょっと本当に入れなくて、さんまさんがさーって帰っていくんですよね。ありがとうございましたって言って、で終わりなんですよ収録。帰った瞬間に終わったと思って、この世の終わりみたいな顔しましたよ。本当に？でももっとやりたかったの。もっとやりたかったの。もっと喋れたのにって思って。その時はどういう会だったの？独身が集まる会で、僕たち、まあ一応独身でもカップルっていうところで集まらせてもらったんですけど、ちょっともっと入りたかったなと思ったんですけど、なんかやっぱりこう振ってもらわないと喋るタイミングが分かんないみたいな。でもさ、無理よ。無理ですか？3番ごとは無理よ。ああ、無理で、え、出たことある？あるある。無理でした？無理の時とそうじゃない時があるけど、やっぱり
無理よ。でもそこでさ、はいはいはいも違うじゃん。そうですよ、ね、もうだってさんまさんが、あ、ここはあいつに、そうですよね、そうですよね、邪魔するわけではいかないです、ね、そう、もしだからまた次行ったらまたデータで、はい、さんまさんの中で、あ、なるほど、はいはいはい、確かにってなってるから、なるほど、もうそこはあんまりだって、そうなんですね。だから中尾さんとかは本当もうバラエティの達人で、あ、そうね。それがなんかちょっといじなくなってきたな。達人もう実家帰ってもテレビつけるたび中尾さんバラエティで出て、うん、聞きたいなと思ったんですよね、ちょっとアドバイスを。バラエティ、うん、まず俺もそうだけど、俳優だし、うん、YouTuber じゃん、はい、まずその時点でさ、一個違うんだよ、芸人さんはさ、あ、まあそうですよね、芸人さんだから、確かにそれが 本職ですよ、ね、本職というか、まあ、求められてるのがで、そこに答える、はい、俺たちまたちょっと違うから、はい、その制作サイドが求めてるから、はい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 、だからそんなに気負わなくていいんじゃないっていうのと、はい、思ったことは言っちゃえばいいっていう、あー、なるほど、思ってる、後で誰かがどうにかしてくれるでしょと思って、あー、なるほど、ちょっとあれはミスったなと思ったら、はいはいはい、自分の気持ちに素直に喋ってくるかなと思って、そんな気負わずに言ったらいいんですよ、ね、そう、でも緊張するし結構、え、全然大丈夫、いやでも緊張しましたね。テレビって普段とやっぱりちょっと違うんで、まあ、緊張するとこはありますよね、やっぱりなんか長いしね、その前の収録までもさ、うん、そうですよ、こんな感じでさ、なんかえってか始まったじゃないですもんね、そうなんですよ、人もめっちゃ多いから、自分たち本当にもうこれに慣れてるんで、うん、この一台で自分たちで撮るっていうのが、うん、それじゃあ本番参りまーすとかって、もう投げるもんね、飲めまーすとか言って、1、3、そうなんですとか言って、拍手ーとか言って、ってないよ、一気で観覧の人いて、で、そんな面白いこと言ってないのにすげー笑って、いそれはいきなりそこに放り込まれるんで、それはね、いいよ、できないよ、無理ですよそんなの。まあでも確かにあんまり気負わずにっていうのはすごい勉強になりますよね、中尾さんみたいに、そう思ったこと、いいんだよ、だってそれは面白く誰かが絶対してくれる、そうですもんね、プロがいるんだ、そうですもんね、ありがとうございます。いや、ちょっとテレビのことめっちゃ熱く語ってくれたけど、ダメだわ、あ、それダメだわ、終わった、もうダメだ、終わったわ、終わった、ダメだ、ちょっと気負った方がいい、全然ダメだ、終わった、これもう読まれないですね、何言ってるか分かんない、あ、でもこうやって面白くしてくれる人がいますもんね、そういうこと、マジで任せたらいい、任せてない、もうミスも OK。 次、蛙化現象って知ってます？蛙化現象、なんとなくわかるよ、あ、本当ですか？え、なんかあれでしょ、だからもうなんか無理になっちゃうでしょ、あ、そうです、されちゃうみたいな、そう、なんか彼氏の嫌だったりとか見て、逆に嫌みたいな、あ、そうじゃあ、倦怠期をカップルで相談したらめっちゃ多いんですよ、質問、倦怠期の乗り越え方みたいな、なんか倦怠期あんの？まあでもその活動休止の時がやばかった、今そのプライベートわからんって時が倦怠期なのかなって自分で思ったんですけど、え、何が？だからその甘えみたいのがなかった、あ、二人の関係が分からなくなるみたいな、あ、そういう経験俺ないないですか、だからその普段からそのだからニャンニャンみたいなのなんだけどニャンニャンみたいなのないじゃん、はいはいはい、起こしてーとかないから起きろよっつって起こしてーって起きろよってないですかそんなんないから、なんかその落差があんまないのかもね、あー、なるほど、うん、確かに、だからいきなり上がってるところにちょっと冷めたことあったら倦怠期とかなっちゃうんで、そういうことか、あんまりだから自然体でずっといる気がするけど、今俺はね、はいはいはい、こうがどう思ってるかまた違うかもしれないけど、はいはいはい、なるほど、倦怠期の乗り越え方っていうか、それを乗り越えたことがないかもね、へえ、にゃんにゃん期がなかったから良かったってことなんですかね、それは倦怠期ないっていうのはだと思うけどね、なんかそのこう、はい、バーって熱くなりすぎてると、ああ、なるほど、冷めちゃうでしょ、ああ、いいところを継続していくっていうことですね、ずっと一緒っていうか、ずっと自然体でいる方がいい、なるほど、その付き合いされて結婚されて今までもずっとあんまり関係性は変わんない、そうだから甘えたりとか甘えられたりとかあんまり変わんない、へえ、あの頃はすごい甘えてたのがない、あそれがいい、逆にいいかもしれないですね、多分そうだと思うけどね、確かにそれはさ、二人みたいにさ甘えたいとか甘えられたいがあればね、またちょっと違うけど、俺らの場合その甘えたい甘えられたいが多分あんまりないないというか、へえ、え、じゃあ、ちなみに、なるほどと思って僕、興味失せたいや、倦怠期、すごい勉強になりました、はい、いや、わかんないけどね、多分そんな気するけどな、仲いい芸能人の人がいるんですか、最近、ハンバーグ師匠
よく出る、あの YouTube 出られてますもんね。そうそう、そっから仲良くて、でも YouTube をきっかけにさ、はい、いろいろこう輪が広がったのは俺一番大きいなと思って。まあでも僕たちも広がってもらって、そうだ、交流持たせてもらって、どん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 それでさ、はい、まあ、あの原口くんともさ、はいはいはい、でご飯食べね、確かに確かに、で輪がどんどん広がってったから、多ジャンルで俺 YouTube は本当に一番何が良かったか、それが良かったかも。嬉しい。あと昔その同級生役だってことを、今はもう役者辞めちゃったけど会いに行くとかやっても、はいはいはい、なんか一つのきっかけになるし、確かにそれがマジで一番でかいかも。あ、じゃあ芸能人とかでもなく、いろんなジャンルの人と会うことが、そうそう、会うことが多いかも。へえ。でもあんまり友達は多くないから。あ、そうなんですね、うん、でも決まった人とって感じですね。へえ。へえ、出たなるほど。でもそれ嬉しいなと思って、そ YouTube 始めていいところで、あ、それすごい、僕たちも関わってることなんで、出会えないじゃん YouTube で。そうですよ ね、 そうですね。逆に俳優さんに出てもらうってこと今までなかったよな、うん、初なんで。ドラマさせてもらうってこともないし、ね、ないし、うん、だってあんな一流の俳優さんとなんかびっくりしたのが、リハーサルから泣かれてたやん、うん、すごいなと思って、プロやな。初めてその本気のその演技というか、うん、いや、そういうのを目の前で見て、これが役者かって思いました。気持ちいい、ね、悪くないね。お前これ言え、悪くないね。居心地いいですか？居心地いい。空調とかもいいですか？いいね。この家いいわ。いや、本当にびっくりしたよな、うん、ずっと話してたよな。すごいわ、うん。でもそれがもうそうなんだよ、もうその癖なんだよ。だから、うん、芸人さんとかは多分ネタ合わせる時とかもうバーッとやって本番だっていくし、はいはいはい、役者はもうリハーサルからなんかちょっとずつこう調整が入ってるから、それがすごい。いや、普段のその明るい声の中尾さんしか見てなかったんで、仕事の中尾さん見たのがかっこよかったっす。だよなだよないや、売れる秘訣分かりました。だと思う。歌ごみからね、聞きたいこと、ラストぐらい、ラストぐらい、じゃあその自分たちも、うん、まあ、これから結婚とかも結構話してて、自分たちはそのずっと結婚の話はしてたんですけど、こう長くなるにせいでタイミングが分からなかったりとか、うん、結婚ってなんなんやろみたいになっちゃったんですよ、一時期。うんうん、そうなんですよね。なんか長く付き合ってて一緒に住んでるから結婚してもあんまり変わんないのかなみたいなってなってて、うん、でタイミングをこうね、なくしてたりとかしてたから、うん、そう、結婚の大事なことなんだろう。それに関して言うと俺分かんないけど、でも変わんないは変わんないんじゃない。例えば、うん、明日結婚しても、仮にだよ、うん、2人がしても明日から劇的に何かが変わるってことは、うん、多分ないんだよ、うんうんはい、それはさ、多分年月がどん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 重ねてって、最後死ぬ時にあ感じることだなとか、それも多分なんか大きく変わってないけど、例えば息子もいるから、はい、子供ができるとかで、結婚すると相手のご家族も家族になる、はいはい、家族が増えるとか、はい、そういうことがどん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 変わってくるから、なんかその2人の関係でいうとあんまり変わらないと思うけど、周りの関係増えてくるってことですね。だけどなんかあんまりやっぱり俺大事にしたら求めすぎないっていう相手に、なるほど、なんか結婚したからこれをっていうのはやりだすと切りないじゃん、うん、だってそうですよね。全然まあ2人も付き合って長いけど違う世界で生きてきてるから、そうですよね、俺のやり方はこうだとか、うん、私のやり方はこうだはない方が多分、なるほど、絶対結婚生活はうまくいくんだろうなと思って、それをこう意識しながら今もまあ生活してる。なるほど、でも喧嘩になったらお互いの常識を押し付け合うじゃないですか、うんうんうん、それってやっぱりでもまるで違うじゃないですか、やっぱ生活も環境も違うんで、だからどうしてもそこを、まあ、時として喧嘩になるから求めちゃうんだけど、その時はこう違ったよなっていうふうに思うようにしないと、と思うけどね。確かに深いですね。深いだろう、深いですね。十個上深いだろう、十個上、十個上ですもん、俺十個上、そうそう、なごみの人周りです。いや、そこですそうです、タツです。おー、マジか。深いですね、それは大先輩、深いよな、何でも聞け。何でも何でも聞け。かっこいい先輩だから。ということでですね、はい、あのもうちょっと中尾さんにいろいろ聞かせてもらったんですけど、ね、まだちょっと話し足りないんですけど、もうちょっと話し足りないこと、プライベートでご飯連れてください。今度ね、ぜひ、はい、お願いします、はい、行きましょう、行きましょう。ぜひ、焼肉また美味しいとこ、うん、この前すごい高級焼肉連れて行ってくださったんで、さ
急なところもう一個仕事頑張ろういや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 ちょっとまたご飯ごちそうしてくださいお願いしますということで中尾さんのチャンネルでも、はい、中尾が今回ちょっと手料理作らせてもらってるんで、うん、ちょっと見に行ってください鼻、はい、すすったいんだこれもう NG 大事だろこれカットカットあの本当に中尾さんのチャンネルぜひ見に行ってくださいはいお願いしますということで次の動画でバイバーイありがとうございます。